こんにちは、春風ツアーです。今回はグダニスクにあるポーランド海洋博物館その2をご紹介します。ポーランドはヨーロッパのほぼ中央、この赤い六角形で囲んでいるところです。そしてグダニスクはポーランドの中で北側にあります。バルト海に面している町です。中央東側にある赤い丸は首都ワルシャワです。今回ご紹介するポーランド海洋博物館というのは、モトワガ運河という運河があって、その運河のこう両端にさまざまな建物に分かれて展示してある博物館なんです。これは一番目を引くジュラフという木造クレーンです。だいたい4トンぐらいまでの積み下ろしができたそうです。作られたのは14世紀から15世紀にかけてと言われています。この中ではさまざまな海洋に関すること、ポーランドとかグダニスクに関することだけではなくて、海洋に関することが集められて展示されています。そしてこのクレーンから、木造ジュラフから見た対岸にあります、対岸といってもこれは中洲になるんですけれども、その左側にある船ですね、これはグダニスク造船所で最初に作られたソーディック号という船です。この中も博物館になっていて、もちろんもうこれは動かなくてここに停泊しているんですけれども、この中身を、内部を見学することができます。それからその隣にあるこう背の高い建物ですね、切妻の屋根の形が美しい建物ですが、これは穀物倉庫です。もちろん穀物倉庫として作られたんですが、現在はもう博物館になっていて、こちらも中身を、内部を見学することができます。さまざまな建物に分かれているポーランド海洋博物館、グダニスクの海洋博物館をご紹介しました。